んであんた勝手に。船が人食いに襲われてる。スピード。お姉ちゃん来た。中に来られたら終わり。お嬢さん、もう一度だけ追い返せないのか。無理だ、もう弾がない。いや、もうここに立てこもるしかないのか。持つかな。わっ、あっ、持たないだろうな。あの魚、ちょっと観察したところ、体にまとった水のスーツを潤滑油のように使って、あいつと戦うのに適した場所は水を補給できない陸。船の中で戦うぞ。ねえ、ん、ここの下に行く扉があるだろ。かかってねえよ。キル光線がないのにどうやって。マルタッチがある。それは君が触って殺すんだ。えって、ほぼ無策。来いよー。来ただらけだ。いいから奥へ。ちょっと待って、この扉開かない。マル、開けなくていい。お姉ちゃんやばい、開かない。この船は大量の大麻を運ぶはずのものだが、大量の段ボールと乾燥大麻に水分を奪われたこいつは花だ。勝った。とどめを頼む。落ち着いて一つでも多く周りの情報を得た方が。僕はそうやって生きてきたんだ。それにしてもひどい。光線は許せても、マルタッチはひどすぎる。